チャオ、あっちゃんです。今日はね、あっちゃんに質問コーナー第2回お答えしていきたいと思います。ってことでね、答えていきましょう。かきびんちゃんの、質問。 YouTube でまだスロットカーをやってる人が結構いるみたいで、ミニ四駆みたいに復活するといいですよね。ほんまやね。なんかね、スロットカーを見てるとね、東京の方は結構まだコースがあってやってはる人もいてるみたいで、結構ね、動画上がってくるのが町田の、町田レーシングパラダイスっていうのかな、南町田にあんねんね。ここ結構昔からあって有名でね、あっちゃん知らんかったんやけども、昔取引したことのある車屋さんの敷地内にあって、そこはね、コンピューター、車のコンピューターをチューニングしてて、お客さんから頼まれてそこに送ってね、何度か取引したことがあって、そこの敷地内にあるらしいんでね。で、場所大体あっちゃん分かるんよ。で、今度行きたいなと思ってんねん。あとね、東京ではね、あれはね、等々力にあるんやけど、バンプロジェクトやったっけ、なんか等々力にあるところのは、日本のスロットカーのコースを作ってあるところのね、メーカーさんでね。で、うち本格的なコースを作りたかったから相談に行って、一回行ったことがあるのよ。すごい気さくでね、いい社長さんでした。で、あとね、巣鴨にあったんよね、坂津さんって言って、スロットカーの、もともとね、海外の鉄道模型を扱ってあるところの、卸屋さんで、坂津サーキットの持っててね、行ったことがあって、そこともね、取引してて、そこからスロットカー卸してもらったりもしたことがあってね。バンプロジェクトさんも僕からも卸してたな、シャーシーね、車体だけね。そんなもんあってね、やって。で、あと、結構恵比寿とか白金とかにもあったんやけどね、今どうなんやろうな、知らんねんけどもね。で、結構コースがあったのよ。で、もう今最近知らんねんけどね、福島県の郡山市に、あってんけど、今あんのかな、最近ちょっと聞かへんねんけどね。実は関西にもね、3店舗ぐらいあんねん。1店舗ね、摂津の方にあるんよね。で、もう1店舗がね、泉大津、あの辺りにあるんよ。で、もう1店舗がね、すごいマニアックな、24分の1のコースが東大阪にあるね。実はあっちゃんは、東大阪でやってて、もう今潰れちゃってんけどね、喫茶店と込みでやってたところやねんけど、そこがね、初めて行って、そこでずっとハマってやってたんよね。よく東大阪へ通ってた、毎週日曜日ね。スロットカーはね、ほんとまた再ブームが来てね、やりたいな、あっちゃんもコース作りたいな。いつかね、稼げて古民家に引っ越すことができたら、古民家でカフェしながら、横でスロットカーやりながら、裏の畑でラジコンサーキットやりながら、ね、2階の、ロフトって言われるな、屋根裏部屋で鉄道模型をやりたいなってね。そのもうほぼほぼ趣味の世界、それをねやって、みんなそういう趣味の人が集まって楽しめる空間を作りたいな、大人の遊び場作りたいなーっていうのが夢やったりするんだけどね。チラッと話しとってんけどね、遊びすぎって言われた。まあそれとはでもいいんだけどね、まあスロットカー細分向いてほしいね、本当に。はい。で、のりりんチャンネルさん、変わっちゃった。のりりんチャンネルさんの、質問で、質問です。あっちゃんにお手紙や、あれちゃう言うてるわ、あっちゃんにお手紙やプレゼントを送りたいと思ってるのですが、宛先が分かりません。プレゼントの宛先を教えていただきたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。のりりんチャンネルさんのコメントのところにメールアドレス貼るんで、そこにあのメールを送っていただければ返送させていただきます。ありがとうございます。最近ちょっとね、いろいろとメールとかにお返事あんまりできてなかったりもね、見れてなかったりもすることがあんねんけども、プレゼントとかね、レンタルのお誘いはね、メール、できるだけ見るように、気づかへん方ごめんなさいね。もしね、送ってもらって、メールもそうやねんけどもね、連絡送ってもらって、あっちゃん返事ないなと思ったら何度か送ってください。気づいたら送らせてもらいます。がそれにチャンネルさんね、メール買っとくんで、そこにちょこちょこ見るようにするんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。気遣いありがとうございます。赤べこさん、今どんなおパンチュですか。今はね、今日はね、K
毛糸のピンクのパンチです。はい今日はね、まだね、冬はね、いつもね、お腹冷やしちゃあかんからね、毛糸のパンチを履いております、シェルちゃん、質問です。好きな音楽、好きなアーティスト、好きな映画、好きな俳優、好きな食べ物や好きな飲み物、毎日食べてる体にいい飲み物、食べ物を聞きたいです。ありがとうございます。好きな音楽はね、結構音楽も全般的に好きやね。でもね、やっぱりね、ジャパニーズポップス、 J-POP っていうのかな、が好きで、今やったらね、結構夜遊びとかね、あと誰が好きかな、学校のリーダーズとかとか、結構ね、子供の影響でそんなん聞いたりもするし、 YouTube で流れてた聞いたりもするね。 YouTube やりだしてからね、なかなか音楽聞くことがなくなってやねんけども、もともとあっちゃんはあゆとか、が好きやったんよね。倖田來未とか好きでね、聞いたりで、もちろんマッチさんとかね、昭和の歌も大好きで、昭和のアイドルが好きでね、マッチさんとか、あと誰が好きかな、おにゃんこクラブとかね、もちろんね、最近の歌も好きやねんね。でも昔の歌も好きやったりね。でやっぱり昭和のね、1980年代後半、80年代あたりの歌が好きかな。それとね、演歌も結構好き、おじさんにをね、連れて行かれてスナックでよう聞かされとったんで、演歌も好きになったりね。結構文化とかも好きやったりもするしね。結構ね、いろんな歌が好き。で、かっちゅうて、ユーロビートが好きやったり、R&B が好きやったり、レゲエが好きやったりね。で、ロックも好きやったり、クラシックも好きやしね。で、海外のね、軍歌っていうのかな、好きやったりもするしね。結構ね、本当音楽は多ジャンル、いろんなものが好きです。やっぱノリがいいのが好きやね。次は好きなアーティスト。好きなアーティストはね、誰かな。愛はやっぱ好きかな。でもね、好きな映画。好きな映画はね、もうね、間違いなくね、バックトゥーザフューチャー1やね。とかね、キャノンボールとかが好きでね、昔ね、やっぱりね、あの辺りの映画が好きやったりね、とかスターウォーズシリーズが好きやったりね、あと何が好きかな。でも洋画、邦画も好き、あちゃんトラック野郎が好きでね、子供の頃よく見連れてもらってね、まあ子供に見せる映画じゃないねんけどね、トラック野郎が好きやったりね、あとね、ヤクザモンとかも好きな、もちろんホラーも好きやしね、アクションも。でもジャッキー・チェーンが好きやね。まあいろんなそういうのね。映画も大概好きです。はい、好きな俳優さんは菅田将暉くん。菅田将暉くんね、雰囲気が好きなんとね、あとね、ものすごいね、その演技に入る時の真剣な眼差しと態度がすごい好き。で、どんな役でもね、本当にその役になりきってやってるとか、そのプロ根性が好きなのよ。で、そう言い出すと女の子やと、AKB のね、大島優子ちゃんが好きやね。大島優子ちゃんもすっごい役に入んのが、なんちゅうかな、すごいよね。あれ見ててすごい女優魂を感じてね、好きな。でもね、昔の俳優さんやったらね、菅原文太が好きやったりね、海外の俳優さんなんかやったらね、ハリソン・フォードとか、マイケル・ジェフォックスとかね、もちろんジャッキー・チェンもね、好きやねんけどもね、結構いろんな好きです。好きな食べ物はね、今は何かな、今好きな食べ物はね、もう何でも食べるけどね、やっぱり好きなものって果物、メロンとかスイカとかイチゴとかね、そういう果物系が好きやったりする。果物じゃ野菜やけどね、果物とか野菜とか系が好きで、フルーツ系が好きでね。で、あとはね、お魚も大好き、お刺身大好きやしね、お肉も大好き、鶏も牛も豚も好きで、あとね、チーズとかトマトとかも好き、もういろんなも好きなもん、もう好きなもんだらけ。毎日食べてる体にいい、毎日食べてる体にいい、飲み物食べ物、毎日食べてるね、体にいい飲み物食べ物はね、まずね、一番体にいい飲み物は水、お水、ミネラルウォーター、これがすごい体によくて飲んでね。ね、あとね、もちろんね、水道水とかよう分からん、
なんていうのかな、除菌した殺菌した水じゃなくね、あの井戸から汲み出したミネラルウォーターが好きでね、それを飲んでんねんね。あと、毎日飲んでんのは、重曹クエン酸水好きでね、体にいいのね、重曹クエン酸水ね。あとはね、体にいい食べ物やとね、玄米やねんけど、毎日玄米つらいから、白米じゃ七分月のお米に玄米を3合炊くねんけどね、3合炊く時に 0.5 合5分だけ玄米混ぜて炊いたりとかね、混ぜ炊きすんねんね。それが好き。あとね、毎日食べてるものっていうのがやっぱお味噌汁やね。お味噌汁体にいいしね、やっちゃ好きやね。毎日とは言えへんねんけども、平飼い卵がやっぱり毎日食べた方がいい食べ物かなと思うね、うん、で体に悪いかどうかも、体に悪いねんけども、インスタントコーヒーは毎日飲んでしまう。本当はねドリップコーヒーがいいねんけどね、うん、コーヒーは体にいいしね、うん、あとなんやろうね、体にいい食べ物、まあそのあたりかな、今んとこ食べてんの、うん。でもね、塩は積極的に取るようにしてる。塩とにがりではもう体にいいんで、積極的に取るようにしてるかな。はい、ということでね、あとね、ざっとね、さっきの答えにもう一回復習するけど、好きな音楽は、虹。で、好きなアーティストは菅田将暉。好きな映画は、好きな映画は何やろ、糸、菅田将暉くん。好きな俳優、菅田将暉くん。ということでね、菅田将暉一色あっちゃんでした。はい、ということでね、次は、2月7日のショートで告知、あ、ちゃう、これ誰、七志さん。2月7日のショートで告知していたロケ動画は公開されていないのでしょうか。公開済みなら検索方法を教えてください。検索方法はね、豊臣秀吉の弟のお城、かっこ郡山城、かっこ閉じ、まさかの光景が、てんてんてんっていう動画でね。まあ、これまたね、質問コーナーのところに返事で、答え貼っとき、検索方法とリンク貼っときます。はい、ぜひぜひ見てください。宗月さん。宗月さんの、質問、他人の、裏の顔を知った後、関係性を切ろうと行動しましたが、そのものはいい表の顔で裏の顔を否定し、徐々に再び距離感を近づけるべく連絡を再びしてきました。ブロックしたら逆恨みされるかもしれない。どうやって自分なら解決しますか。これってストーカー気質の持ち主でと怖いのですか。難しいね。これ結構あっちゃんもね、あるんよ。実際のところね、ちょっとね、この人やばいなっていうのがあってね、関係性断ち切りたいなと思ってるんやけども、どうしてもね、ええ顔をして寄ってきて距離感近づけようとする人っておるんよ。で、そういう人がね、今ね、あっちゃんこのコメントをね、この質問を読んだ時に、頭の中に数人よぎった。結構やっぱりいてるね、こういう人ってね。本当に裏の顔かなりやばいねんけども、それがバレてないと思って、結構ね、にじり寄ってくる人っていてるのよ。で、過去にひどいことしたから、あっちゃんは晒しました。この人こんなことしてるから危ないって。そうすると、逆恨みで、あっちゃんの、あることどころかないことないこと言った。あっちゃんに近しいっていう存在をね、武器に、あることないことないことないことを拡散されてね、なっちゃんがすごい悪者になったことが過去にね、何度もあんのよ。何度もあるってことは、あっちゃんは学習してなかったんやと思うねんね。まあそれもね、ここ最近もやっぱり、ここ最近数年前にもそういうことで、ちょっと偉い、ね、まあ、ガタガタあったんやけどもね、そういうことがね、過去に何度もあんねん。だから、相手の悪いことをみんなにこう、拡散して、相手がこんな人だよっていうのはちょっと危険やと思うのよ。でかっちゅてね、近づいてくるのを近づけさせるっていうのも怖い、またなんかやられそうで嫌やん。そんでやっぱその裏の顔で傷つける、ね、本人自分を傷つけることもあったり、
何かこう搾取しようとしてね、結構あっちゃんそれで詐欺に当たりもあったしね、搾取されたこともある、うん、しね。でやっぱりその関係断ち切れへん関係の人からそういうことされたりもするから、そういう人からのその関係をどう断ち切っていいのかってやっぱり難しいところやね。まあそのどういう関係性、本当に近しい関係なのかって、一緒に暮らしてる人なのか、仕事先の人なのか、単なる腐れ縁の人なのかとか、なんだろう、お客さん と、なんていうの、あのお店側の関係なのか、逆にお店側とお客さんの関係なのかとか、男女の関係なのか、同性の関係なのか、要は恋愛感情が入ってるのか入ってないのか、いろんなパターンでねこれ変わると思うのよ。でブロックしたら逆恨みされる、もう確実ねブロックしたら逆恨みされるかなと思うけどもね、逆にねその実質近しい存在ね、まあ、ネットの関係の人たちやったらもうブロックでいいと思う。でどうしても近しいか、どうしても会える環境、近くに住んでるとか、実際会うたっていう人なんかやったら逆恨みでストーカーになる可能性もあるんよね。でそういう時はね一応ね、まあね、警察に言ってもね、一応警察に言っとくのは絶対大事やねんけども、警察に言っといてもね結局何かが起こらんと動いてくれへんのよ。だからやねんけども、それを対策する方法ってやっぱりね、徐々に徐々に、一気にやったらダメ。あっちゃんいつも一気に、もうどうしても、もうあっちゃんも嫌になったら嫌やから、その人を切りたくなるのね。でそうするとやっぱり反撃されるから、徐々に徐々に距離を置くのがいいと思うね。だからまあ、お誘いとか LINE がとかね、 LINE とか連絡があったら、2回に1回切る、で3回に2回、2回に1回ちょっとスルースルー、3回に1回スルースルーって徐々に徐々に時間を置いて疎遠にしてしまう。あとお誘いがあっても、ちょっと今日都合悪いねんとか、あ今日ちょっと先約入ってんねんとか言ってお誘いを断っていく、合わないっていうので、そうすると相手も、あなんかもうね関係性がこうなんかこう疎遠になってきてるよねみたいな感じでやっていく方がいいんちゃうかなと思うね。やっぱりどうしてもねその関係性断ち切るのって難しいけど、バサッと切るんじゃなく時間をかけて徐々に徐々に切っていくのがええんちゃうかな。あっちゃんもそれでいろいろ悩んだことがあるんでね、本当に相手にね、突発性の怒りを与えないこと。怒りっていうのはね、カッってなったら何するかわからんから、徐々に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 怒りのガスを抜いていくっていうのがいいから、徐々に徐々に離れていくっていうのがいいんちゃうかなとあっちゃん思うんだけどもね。あっちゃんもこのねストーカー気質の人からね離れるっていうのがなかなか難しくて、毎回失敗してね、だからあんまり参考にならへんかもわからんけどね、次もしやストーカーっぽい人とはそういう縁の切り方をしていきたいなと思ってねんけどもね、うん、やっぱりね、やっぱ相手の悪いことっていうのは、こんな悪いことしてるからこいつ危険やでって、で他の人たちも被害を疑うから言うたら逆恨みされてやられるって、やられたら被害者ぶるから、そういう人って大体被害者ぶって自分がこんなことされたって騒ぎ出して嘘を拡散しようのね、そんなことしてこっち側に被害来る場合があるんで、それだけは避けやんとね、本当に自分のね評判下がってしまったりもするしね。で逆にね近づけすぎるとなんか搾取されたり詐欺されたりとか、 さらにもっとひどいことされたりするんでね、そこは本当気ぃつけながら徐々に徐々に離れていくのがいいんじゃないかなと思う。気ぃつけてください。はい、ということで今日の質問コーナーはね、宗月さんのところまでお答えしました。ということで、またね、次回、えにこさんのところからお答えしていきたいと思います。では、またね、まだ質問募集しているんで、よかったら、ここじゃなくね、またリンク貼っとくんで、質問コーナーの方にコメントいただければ嬉しいです。で、またね、バイバイ。